はい、今日のご飯です。今日は肉うどん、ゆかりのおにぎり、天ぷら、かき揚げ天ぷら、お好きですね。ではいただきます。この肉うどんは、肉うどんの油が肉うどんにまとわりつくのがたまらないんですよね。いいもんでしょ、うん、これはね、あまりいいお肉じゃなくていいんですよ。逆に安いお肉の方が脂が出てまとわりしやすいんで、うん、うまいな。肉ゆかり巻き、うん、うまい。ゆかりさっぱりするな。ゆうべ、そんなに、ゆうべじゃないよ。今朝か。あれだよ。昨日だ。そんなに発熱しまして、39.1度まで行きまして。朝は体がだるいなと思ってたんですけど。ガクガク震えが来まして、寒いのなのって布団かぶって寝てましたよ。そしたらどん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 熱が上がってくるし、とりあえず38度ぐらいは耐えてみようと思ったんですよ。生姜が効いてるな、これ。難しいです。でも、熱は収まらずに、常に39度、オーバー。ガクガクするしね。しんどいし、
すごいね、手のすごく飲みますよ。そしたら、おじさんはね、今度は暑くて仕方がなくなり、汗だくになってきたんですよ。
ビタミン B1 とネギを補給したんで多分大丈夫でしょう。やっぱり病は口から食べ物からです。ではごちそうさまでした。